私はスパイシーチキン一つ。ユマは何にする？僕はエリンギ揚げ。この前の友達とはどう？仲良くしてるの？ああ、勇者ね。うん、なかなかね。名前も似てるし、僕たち気が合うな。あなたと彼女を見てると昔の私とナターシャを思い出すわ。礼だね。やっぱり故郷が懐かしいよね。完全に忘れてしまったって言ったら嘘になるけど、ここにもたくさんの友達がいるし、私はここを第二の故郷だと思ってるのよ。ファンのみんなも大切だしね。モデルのお仕事も大変だね。この前も変な男に出くわすし。あ、この前のね。でも大丈夫よ。他の可愛いファンの子たちのことを考えると、あんな奴のことはどうでもいいわ。レーダ姉は大人だね。でもこの前みたいに一般人を怖がらせちゃうとお仕事に影響しない？強い女性は人気があるのよ。よかったらいくつか技を教えましょうか。レーダね、僕をどこに連れて行くの？愛の特訓よ。私たちの最強の必殺技を開発するわよ。お決まりですか？お買い上げありがとうございます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 。どうだ？
さっさと片付けちゃいましょう。このどうだ、やったやっどうだ、やったやったって、災いだらけ。どうだ、キャラテンコールよ、これでも食らえ。また増える、的のと魚の餌に。どうだ、キャラテンコールよ、おお、イエー、どうだ、キャラテンコール。ユーモちゃんすごい、カレー。ユノちゃん、今ならきっとフルパワーでいけるわ。ショータイム、やっちゃりゃ、クリア、120%、ショータイム、避けてみろ、ナイス回避。今度は私たちの番ね。ここにも災いがいるんだな。ショータイム、このどうだ、ターレンコールよ、このどうだ、この対戦車ライフルの威力なら、ごめんなさい。
私もいろいろ渡り歩いてきたけど、この土地が、って川と言うべきかしら。ここが一番離れがたいわ。今はどこかよそに行くわけにもいかないしね。さあ、正門町に帰りましょう。言うこと聞いてね。